こんにちは。信州上田の魅力を個人的独断と偏見を交えず発信するチャンネル、好きです。信州上田へようこそ。自称信州上田ナビゲーターの伝統工芸士龍馬です。上田市にある老舗の食堂は大通り沿いではなく住宅地の中などにポツンと一軒家的な存在で営んでいるところが多い気がします。今までこのチャンネルで訪れた吉見食堂、中野食堂、上野食堂はまさにそんな場所にありました。今日ご紹介する食堂も国道から1本入った北国街道沿いにあります。あ、申し遅れました。今日ご紹介するお店は栄食堂です。さあ、そうこうしているうちに左手にお店が見えてきましたよ。外観から老舗感が漂っていますね。栄食堂の看板も味わい深いです。では店内に入ってみましょう。店内はテーブル席とカウンター席が並んでいます。水の入ったコップはどこか懐かしさを感じますね。まずは水をごっくんちょ。あー、喉が潤う。メニューは和食コーナーの丼物、そして洋食コーナーのライス系など、食堂ならではの幅広いラインナップです。一品料理もいろいろありますね。こちらはうどんと中華コーナー。麺類も種類豊富ですね。お、定食もあります。ハムカツやアジフライ、そしてカキフライ定食などもあって目移りしちゃいますね。どれにしようかすんごく悩みましたが、お店の名前がついている栄ランチを注文しました。さあ、やってきました栄ランチ。うわ、美味しそうなどでかい肉、そしてこれまた大きな揚げ物、さらにはハムとスパゲティ、奥にはサラダも、脇にはてんこ盛りのライス、そしてスープも。ああ、食欲の炎がメラメラと燃え上がってきた。ではいただきます。まずはメインの肉からいきます。よっと、でかくて食べ応えがありそうですね。ガブリンチョ、ガブガブ、うん、うまい。食べ応えがある肉に味がしっかりついています。そして追い飯、ガブッチョ。あー、最高、うまいな。肉が大きすぎるのでナイフで切り分けることにします。よいしょよいしょっと切り分けた肉をいただきます。ガブリンチョ、うん、口いっぱいに肉のうまみが広がる。そしてすかさず白飯、ガブッチョ。あー、幸せー。続いてスープ、ネギとわかめの中華スープですかね。スープを、あー、うまー、優しい味だわ。今度は揚げ物いきます。よっと、よいしょっと。お、これはクリームコロッケですね。おいしそう。ガブリンチョ、あー、クリーミーでうまい。ご飯ご飯、ガブリンチョ、うん、最高、間違いないわ。お次はスパゲティ、フォークでくるくる巻いてと。ズルズルズルリンチョ、うん、昔懐かしの味。あー、あの日に帰りたい。今度は色合いから懐かしさを感じるハム、いきます。給油に再会したかのような感じですね。ハムをガブリンチョ、あー、懐かしうまい、ガブ、うん、うまし。そしてご飯もガブリンチョ、
あー、口の中で昭和の同窓会が始まった。続いて彩り豊かなサラダ、ガブッチョ。うん、シャキシャキでうまい。ガブッチョ。うん、野菜が足りないおっさんの強い味方だわ。今度はまた肉を食らいます。ガブリンチョ。あー、やっぱりうまいわ。そして追い飯。うん、肉と飯って最高のバディだわ。ところで今回お邪魔した栄食堂は北国街道沿いにあります。北国街道とは軽井沢の追い分けで中山道から分かれた街道で、江戸時代には加賀のお殿様が参勤交代で通った街道としても知られています。そんな北国街道は今は国道の裏通り的な存在ですが、知る人ぞ知る人気のお店が多い道でもあります。栄食堂から西へ1キロほど進んだ先にはこだわりの蕎麦屋黒壺がありますし、さらにもう少し西へ進むと上田市民のサウナーの聖地ヒュバサウナがあります。そしてそして忘れちゃいけないのが、もう少し西に進んだ先にある上田紬の織元小岩井紬工房も北国街道沿いにあるんです。工房では見学や織体験、そして上田紬の着物や小物の販売もしておりますので、お気軽にお立ち寄りくださいね。北国街道の流れから大々的に工房の宣伝をしていたら、そろそろ美味しいランチも食べ終わりそうです。食後のデザートにオレンジをいただきます。よっと、みずみずしくて美味しそう。オレンジをガブリンチョ。ガブ、もう一丁ガブ。あー、うんま。そして最後に水をごく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 リンチョー。はあ、食った。ごちそうさまでした。北国街道沿いに佇む老舗の名店栄食堂、どこか懐かしい落ち着く店内で種類豊富な美味しい料理が食べられる素敵なお店です。栄食堂の栄ランチをぜひご賞味くださいませ。動画をご覧くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。これからも信州上田の魅力をどんどん発信していきますので、どうぞお楽しみに。